はい、どんちゃー、ササヤンです。本日もニュースを続いていきましょう。今日前半の話題は韓国でコロナの感染拡大が止まらないということで、韓国は水ワクチンで打ってんじゃねえのなんていうね、過激な説も飛び出しておりまして、ただこの話まんざらバカにもできないぞという話から始まって、最終的にはですね、結局のところ世界最高水準のコロナ防疫を達成している国、これが日本なんですけども、なぜか一般国民にほとんど知らされていないという摩訶不思議な現象を見て、やっぱこの国のマスゴミって変だよねというお話と、それから後半はですね、全然盛り上がっていないんですけども、一応ね、武士の情けでね、立憲の代表選が今行われているんですが、共産党とくっつかどうかよりもですね、この今出ている候補者4名が国防に対してどんな意識を持っているのか、そのひどさが垣間見るお話をいたします。僕の喋りを聞いてやめるつけとか、いいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずは韓国の水ワクチンの話題から参りましょうか。夕刊フジより見出しがですね、対日政策がアダ、韓国ウィズコロナの惨状、接種完了率は日本とほぼ同数も、新規感染者急増、誰も語らぬ水ワクチン疑惑ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。韓国で新型コロナの新規感染者が急増している連合ニュースによると、16日に確認された感染者は2125人、7日間連続で2000人を超えた。重症患者は495人で過去最多となり、11日連続で400人を上回っている。ワクチン接種率は 78% 超と日本の約 75% ほぼ一緒だが、日本の新規感染者は16日は154人、重症者は82人まで減少しているだけに極めて不可解だ。いやー、ほんと不快です。あ、ごめんなさい、間違えました。不快ではなくて不可解でしたね。韓国を不快なんて言っちゃうとね、爆弾 T シャツ少年団のファンから怒られちゃうかもしれませんからね、韓国は不可解だとだけ言っておきましょう。で、ジャーナリスト室谷克美氏が、韓国の不幸は当局者の脳内に対日本というチェック項目が叩き込まれているということだ。つまり彼らの意識の領域で対日フリーになれない。それどころか日本がそうならばと不必要な対抗意識を燃やして政策ミスを犯す確かにそうだよね。あの人たちっていつも国別ランキングとか気にしてるじゃないですか。でもって大韓民国は何位、一方日本は何位なんてね、すぐ比較するもんね。だけど日本は韓国の順位なんて興味ないんだよね。同じ人口レベルの国と張り合ってくださいよと。で、新型コロナ対策として今月から始まった韓国の段階的日常回復に向けたウィズコロナ政策はその典型と言えそうだ。韓国は就業者の中で自営業者の比率が異様に高い4分の1弱だ。へえ、あっそう、仕事をしてる人の 25% が自営業なんだ。でもね、どうせあれなわけでしょ、その多くがチキン屋さんなんでしょ。だってソウルではコンビニの数よりもチキン屋の方が圧倒的に多いというじゃないですか。だからさすがにもう一回ね、ソウルのチキン屋の実態を目で見て回ろうと思っています。そういうすっとぼけたね、町村企画ってゴリゴリの保守系の YouTuber できなそうじゃないですか。でもね、サスタイルのキャラであればね、多分ね、ソウル行けますから。ソウルの街を散歩しながらあっちこっちにやたらたらね、チキン屋を突っ込んでね、歩き回るという、そういう町村時計とかねまあね、ちょっとそんな話は横に置いておきまして、軽貿易と持参するコロナ対策の中で商業施設の営業規制が彼らを苦しめてきた。もう限界だとの判断は与党内にも防衛当局にもあった。しかし大きな圧力となったのは日本だっただからなんでだよって話ですが、日本が圧力をかけたわけではない。彼らの脳内にある対日がうずいたのだ。日本が10月25日から飲食店の営業時間短縮制限を解除したことで、韓国当局者には日本がそうするならの意識が強く働いていたはずだ。何しろ国家元首からして日本に二度と負けない国を作ると宣言しているような国なのだから本当にさ、君らは偉大なる宗主国の中国でも見ていればいいじゃないですか。なんでこっち見るのかねと。で、日本の短縮制限解除は新規感染者数が劇的に減少する中で実施に移された。一方韓国の感染者数のグラフは台形を描いたままだ。それなのに政府防疫当局はいきなり飲食店の24時間営業も認める軽ウィズコロナに踏み切ったのだから驚きだどうでもいいけども、ウィズコロナって言葉の発祥はどこなんでしょうかね。僕の頭の中にはですね、小池百合子都知事なんですけれども、違うんでしょうかね。国際的にもこのウィズコロナって使われているんでしょうか。その辺の事情を知ってる方いらっしゃいましたらコメ欄で教えてくださいと。で、韓国人は新規感染者数に関する日本と韓国の違いを重視していなかったようだ。韓国のマスコミがこぞって日本の新規感染者の激減をインチキ数字とする報道が展開されていたからだ。まあ彼らは一時ね、軽貿易は世界に発信するとかね、日本が頭を下げるまで軽貿易を輸出したんならないとかね、わけわかめなことを言っていましたからね。
感情的に今更日本の後塵を廃したと言われたくないんでしょうね。まあその気持ちはわかりますけれども、衆院選を控えて自民党政権が数字を操作しているといった陰謀論説を報道、あるいは日本が PCR 検査を有料化したために検査を受ける人が激減し陽性者も激減しているといった明確なフェイクニュースだ。まあこれは韓国に限ったことではなくて日本の左翼論者も似たようなことを言っていましたからね。まあ致し方ないかなと思いますが、日本の感染者の減少は嘘だ、それなのに日本はウィズコロナの進め成功していると決め込んでしまえば、韓国政府として躊躇すべきことはもう何もない。軽ウィズコロナを開始して2週間余り、新規感染者を示すグラフはただの台形地から盛り上がり続ける台地に変わった。いつウィズコロナを中止しても不思議ではない状況だ。この状況をもうちょっと補足しますと、11月19日のデータではですね、新規感染者が3212人でとうとう3000人の大台を突破しましてね、このまま行くとソウルの医療崩壊は起きると思うんですけども、どうしちゃったんでしょうかね。ちょっとこの前まで青木リーさんは韓国の経貿易を見習いと言っておりましたが、あの勢いはどこに行っちゃったんでしょうか。ワクチン接種率は日本とほぼ同じなのに感染者数の増加が止まらないのはなぜなのか。いや、もっと不思議なことがある。2回のワクチン接種を終えているのに感染をしたという突破感染者の比率の高さだ。この突破感染という用語はですね、日本ではブレイクスルー感染と言われておりますけれども、ある病院では職員と入院患者合わせて117人が6月に2回の接種を終えた、そして10月114人が突破感染者と判定された。こんなことがあり得るのか。おお、確かにそうですよね。117人がワクチンを2回接種していたのに、その後114人から陽性反応が出たというのはにわかに信じがたいですけれども、誰もが語らないようだが、私には水ワクチンイコール有効性の低いワクチンの接種が相当数あったとしか考えようがない。おしまい。ということで、この記事は所々すっ飛ばしております。全文知りたい方は概要の URL からご覧ください。さて、夕刊フジはもともと右寄りのタブロイシーなのでね、そこら辺ちょっとね、話割り引いて考えないといけないんですけれども、ただ、この水ワクチン説、完全否定できないのは、今年の5月か6月あたりですね、ちょうどオリンピックをやるかどうかっていうね、あのすったもんだしていた時期に、日本はファイザーとモデルナの2つのメーカーで、mRNA ワクチンの確保を完了し、年内に日本の希望者全員にワクチンが打てるというね、そういった環境を一応こしらえました。一方の韓国はというとですね、希望者全員がワクチンを打つには年明けになると言われておりました。しかし現状ですね、日本と同じ接種率で推移しております。10月末現在、韓国でワクチンを2回接種した人は 72% を超えております。やはりワクチンの接種率を見た限りは日本と同等と言えるでしょう。となるとですね、疑問が出てくるのが、足りないといったワクチンをどうやって調達したのかということですよね。ですから、室谷氏が言ってるようにですね、水ワクチンレベルの有効性の低いワクチンをかき集めて使用したのではなかろうかと、そんな仮説があって叱るべきですよ。でですね、韓国がどんなワクチンを使っているのかというとですね、韓国はファイザーとモデルナに加えて、アストラゼネカとヤンセンファーマー。このヤンセンファーマーというのはですね、ジョンソン&ジョンソンの子会社なんですけども、この4つを主に使用しているようです。でですね、韓国のブレイクスルー感染には高齢者が多いということで、じゃあ、韓国の高齢者って一体どんなワクチンを打っていたのかということなんですが、それがですね、11月20日の中央日報の記事によればですよ、60歳から74歳の高齢者層にはアストラゼネカ製ワクチンを接種した。ワクチン導入問題で選択の余地がなかった。疾病管理庁の分析によると、アストラゼネカ製はデルタ株への対抗力が2回目の接種から3ヶ月経過すれば半分以下に落ちると書いてありまして、デルタ株に対応しきれていないアストラゼネカ製のワクチンが元凶なのかもしれません。とは言いつつもですね、シンガポールの場合は、ファイザーとモデルナのみで、これはね、完全日本と同じ仕様なんですが、それでもシンガポールは感染拡大をしておりましてね、G7 なども含めて先進国では事実上、日本だけがコロナを抑えているんですよ。でも、こういう情報をね、絶対テレビは教えてくれないじゃないですか。絶対わかんないでしょ。ドイツもフランスもイギリスも米国も、どこの国も満単位で感染者を、今もう一日ね、一日満単位の感染者を出してるんです。じゃあ、日本はって言ったらね、ここのところ100とか200レベルでしょ。根源的な話をすれば、冬にマスクをして手洗いをする習慣がある日本人がね、さらに加えればですね、トイレで代用した後にアナルに水鉄砲を当ててね、気持ちいいって言ってるような変態な日本人がですよ。まあ僕もそうですけれども。日本人って大体ウォシュレット好きの変態野郎でしょ。そう言っちゃうとね、皆さんに怒られちゃうかもしれませんけれども。まあまあ、それくらいね、清潔好きな日本人がですよ。
コロナとか感染症対策で他国に負けるって思う方が、あたおかな話なんですよ。もう間もなく2年経ちますけどもね、コロナが流行りだしてからね、一体どの時点で日本が世界最悪になったのか、グラフを見てもそんなこと一度もありませんからね。むしろこの10月11月、日本は世界最高の数字を叩き出してるのに、なぜ日本のワクチン対策はダメだと言われなければいけないのか。つまりこの2年間、日本のテレビとマスコミは間違った報道をしてきたということなんです。統計データを見れば一目瞭然なんですよ。常に日本はグラフの底辺を這いつくばっているんです。それってコロナ対策のリーディングカントリーじゃないですか。だからもう日本の報道を信用したら飽きませんよというお話をね、今日ちょっとさせていただきました。さて、お次はあまりにも話題にならなさすぎてね、かわいそうな立憲代表選の話を、読売新聞より見出しがですね、共産党共闘歯切れ悪い4氏、立民代表選泉氏の対応に注目ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。19日の共同会見では、主要な争点である共産党との共闘をめぐり、歯切れの悪い発言が目立った野党候補を一本化していく努力は必要だ。記者会見で共闘路線の是非を問われた小川氏はこう述べ、他の3氏も来年夏の参院選1人区で一本化を目指すことを明確にしたいと追随した。しかし政権交代を実現した場合、限定的な閣外協力という共産党との合意については4氏とも評価を避けたこれは記者の方が悪いよね。だって政権交代なんて起きないじゃん、絶対にね。来年の参院選は半分の参議院議員の議席が入れ替わるだけでしょ。なら政権交代は 100% 起きないじゃないですか。なぜ 100% 起きないことが確実なのに、政権交代をした場合なんていうケーススタディをしなければいけないのか。ここは立憲議員の皆さん、マスコミに怒ってもいいところだと思いますけれども、衆院選では共産が候補者を下ろし、多くの小選挙区で与野党1対1の構図が生まれた。結果には繋がらなかったものの、共産党との協力に懐疑的な保守系議員の間でも、一本化したことで接戦に持ち込めた小選挙区は少なくないと評価する声が大半だ。まあ、小選挙区はそうでしょうけどね。でも、比例で惨敗したら元も子もないんだけれどもさ。問題は、政権交代後の枠組みだ。枝野前代表が進めた限定的な閣外協力路線は、党内で賛否が分かれる。選挙で協力を得る以上、政権への協力も否定できないと、容認論がある一方、保守系議員らは、共産党が表に出すぎて結果的に離れる票が多かったと慎重だ。四氏が共産党との距離を曖昧にするのは、こうした党内事情があるためだ。まあ別にいいんじゃないの、毒を食らわば皿までっていう言葉もありますからね。中途半端にドタバタするよりも、そのまま突っ込んでいった方がいくらかマシなのかもしれませんが、今後の議論で注目されるのは、国民民主出身だ保守系議員を支持基盤とする泉氏の対応だ。泉氏は衆院選惨敗の理由について、野党政権といった言葉はあったが、比例選で立民の投票を呼びかける活動が遅れたと述べ、共闘路線への不満をにじませた。泉氏を支持する議員の中には、共闘路線見直しを明確に打ち出すべきと主張する向きもある。路線対立を表に出せば、党の分裂につながりかねないとの懸念もある中、泉氏がどこまで踏み切れるかは不透明だ。おしまい。ということで、立憲の代表が誰になるのか、共産党とこれからもタッグを組むのか、この辺の話は政治の話が好きな人にとってはね、それなりに面白い話ではあるんだけども、一般国民にとっては正直どうでもいい話なんですよ。だってこれは立憲の内輪話じゃないですか。政権交代の可能性がゼロの中で行う野党の代表選ですからね、勝手にすればいいっていうふうに見ていると思いますよ。ただね、そんなことよりも今最も重要なのは、この人たちね、4名が国防をどう考えているのかということなんです。で、これが日刊スポーツの記事によればですね、討論会で辺野古中止を明言したのは大阪政治、泉健太、西村智奈美の3人で、大阪市、泉氏は工事を一旦中止し、米側と協議すると主張。西村氏は中止を求めて政権を取ったら、米国と交渉を強力に進めるとしております。小川氏は、長期的には辺野古の問題や思いやり予算のあり方、地位協定など日米間の対等性を高める取り組みが必要だと問題提起に留めましたが、この人たちは沖縄の海をどうやって守るつもりなんでしょうかね。枝野代表の頃からずっとそうなんですけども、辺野古は中止です。普天間は使えません。日米地位協定は見直します。米国とはよく話し合います。うん、それは分かったからさ、中国が沖縄に今競り出てきている現状で、それをどう防御しますかという話が何もなされていないんです。
今出てきている4人の候補は何一つ答えてないじゃないですか。ヤンキーゴーホーム、それは別にいいですよ、やったらいいじゃないですか。でもね、それを実行したら沖縄を軸に日本の防衛力は格段にダウンしますよ。それを何で補うんでしょうかね。沖縄に自衛隊をもっと増やしますか、それとも日本のどっかに海兵隊を移設しますか、それともイプシロンロケットの先頭にね、先っちょに変なものを乗っけて、中身知らないんだけど間違って落とすと一年丸ごと吹き飛ばすやばいやつを日本のどっかに配備しますか。あるいは総流でも改造してね、そこから戦略弾道弾ミサイルでもぶっ放すような潜水艦を作り上げますか。まさか戦力を引いただけで、あとは話し合いだけで済ませるなんてね、そんな令和生コン組の山本太郎みたいなことを言い出しませんよね。立憲が対案を出さないというのはこういうことを言うんです。沖縄でヤンキー合法も言うならそれでも OK でしょう。じゃあその後のプランを見せろ。小座プラン、小座ストラテジック、どっちでもいいですよ。米軍を追い出した後のストーリーは早く見せてくださいよ。あのですね、もう国民は自民にお気を据えるのは立憲じゃなくてもいいっていうふうに気づいちゃったのね。今までは二大政党だとかなんとか変なまやかしの言葉でね、アンチ自民の票が立憲の方に流れてたかもしれないんだけども、来年は自民が嫌なら維新とか国民でいいですよっていう話が出てきますから、少なくとも私たちは来年の流行語大賞を目指して、今後もですね、立憲共産党という言葉と令和生コン組という言葉を猛烈にプッシュしていく予定でございますので、よろしくどうぞということで今日も話が長くなりましたので、これくらいにして最後はほっこりなぞかけで締めたいと思います。立憲代表の候補とかけまして、あなたは維新に所属すべきと解きます。その心は大阪政治本来立憲の応援団である朝日新聞が22日の見出しでですね、違いがないことを確認し合う会、立憲代表の討論会と見出し打っておりましてねもう全員ネスカフェゴールドブレンドでも飲んでると、そしたらですね、多分違いが分かる男って見えるだろうからさってな感じで、本日も面白かったためになった方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。